南葛優勝。静岡代表南葛中学、ついに史上初の3年連続全国制覇を達成しました。やった、俺たちの夢が叶ったんだ。翼、翼、翼、ま、負けた。これが翼、これが王者南葛なのか。若林も美咲もいない南葛。しかし翼が3年間で作り上げてきた南葛、今まで数多くの敵が戦いを挑み、しかしそれでも倒せなかった南葛。翼、大空翼、お前に勝つことはできないのか。ヒューガタン、たけし、俺にも分かった気がする。俺がちっぽけな心で翼だけを目指していたのに対し、翼はいつもそんな俺にはなかった大きな心でサッカーを楽しんでいたんだ。サッカーは全て自由な発想でできるスポーツなんだ。たけし。はい、ヒューガさん。楽しいもんなんだよな。はい。優勝旗授与。さあ、今深紅の優勝旗が南葛中キャプテン大空翼くんに手渡されました。史上初の3年連続全国制覇を達成した南葛中学、日本のサッカー史にその名を大きく残すことでしょう。翼、今までありがとう。え？俺たちの夢は叶った。今度は翼、お前の夢を叶える番だ。ブラジルへ行って絶対プロのサッカー選手になるよ、翼。みんな、ありがとう。私の目に狂いはなかった。彼らなら世界に通用するチームができる。これからの舞台は世界だ。共に助け合い、君たちは世界のヒノキ舞台へと羽ばたいていくんだ。みんなご苦労、よくやってくれた。負けはしたが、今までで一番いい試合だったぞ。はい。監督、これを受け取ってください。キャプテン、ヒューガさん。東方キャプテンでありながら無断でチームを離れ沖縄に行ったその責任を取ります。俺は東方学園キャプテン並びにサッカー部員としても失格です。キャプテン、お前が辞める必要はない。辞めるのは私だ。監督、私の辞表はもう理事長に受理された。自分の信念を曲げお前を使った時点で私はもうサッカー部監督を辞める決心がついていたんだ。だが信念を曲げたおかげでいい試合を見ることができたよ。監督。ヒューガ、それだけの決意をしたんなら東方学園サッカー部キャプテンとして、そして高等部に上がってからも全てこれからの行動でその責任を取っていけ。それがお前の使命だ。監督。さあ引き上げるぞ。東方学園サッカー部全員整列。はい。北爪監督に全員ありがとうございました。
して史上最大の決勝戦南葛対東邦の一戦は幕を閉じました。しかし翼、日向、そして他の選手たち、彼らの本当の旅立ちはこれから始まるのです。